任せろ。色がおかしいな。なぜ？材料間違えた。一から作り直し。そうなのか。ねえねえ、暇だから一緒に遊ばない？断る。忙しい。心を入れ替えたんだよ、きっと。あいつが心を？そんなわけないわ。何か企んでるに決まってる。少しくらい信用してあげてね。うちはやめとく。めんどくさ。じゃあ僕が行くよ。興味あるし。やった。それじゃあ早速。ピロ先輩はダメですよ。まだ調合の途中じゃないですか。あれ？じゃあ僕だけ？あ、いた。お前が迎えに来てくれるとはな。ごめんよ、遅くなって。
ったんだな。俺がいない間に。兄さんがいなくなってからだいぶ経つからね。一番下のムー子もこないだ隣の星に嫁いで行ったよ。あいつもそんな年になったか。もう俺の顔なんて覚えてないんだろうな。そんなことはないさ。兄さんが戻れば泣いて喜ぶよ。さあ一緒に帰ろう。帰らない。え、なぜだい？約束があるんだ。大切な約束が。ケアリ、ここまでか。お前は逃げろ。お前はどうするつもりだ？には夢があるのだ。それを叶えずにここで犬死にするつもりか。だがしかし、行け、俺の屍を越えて行け。乾杯だ。君の作った薬も悪くはなかった。なぜだ、なぜ俺の錬金術が負けたんだ。君の錬金術には欠けているものがある。このままでは済まさない。俺は必ずお前に勝ってみせる。気持ちには応えられない。そんな、どうして。俺にはやらねばならぬ使命がある。それを果たすまで歩みを止めることはできないんだ。少し
この星に似すぎたようだ。捨てられないしがらみができちまった。伝えてくれ。星にはいずれ帰る。少し遅れるかもしれないな。起きたのか？容疑者ならここにいるけどね。違う、この音はまさか。でも変な色してるし。静まれ。支配といっても要求することは何もない。
様ら全員この世から消えてなくなれ。おい、何を騒いでいる。さっさと教室に戻れ。なんだ貴様は。教師を貴様呼ばわりとはいい度胸だな。さあ消えろ。あれはさっきの。どうせあんたの関係者でしょ。オーペの弟。弟弟ほほほほほほ。では奴の狙いは。おそらくオーペの命。すでに巻き込まれてる以上、巻き添えも何もない。心配いらない。モーペ、自分で始末つける。そんな、兄弟で争うなんて。俺に牙を向けた以上、もう弟でも何でもねえ。喋り方が変わった。立てるの。たとえ差し違えても。協力してやる。兄ちゃん、敵が踏み込んでいい世界じゃないぜ。ふん、何を今さら。そうだよ、ルーペ君だけじゃ危ないって。しょうがないわね、手伝ってあげる。あれを放置するわけにもいかないしな。おめえたち、後悔するなよ。誰に物を言っている。さあ、行くぞ。乗り切れなかったね。しゃあないわね。付き合いですか。から出向いてきてくれるとはね。身内の不始末は自分の手でつけなくてはな。相変わらず苦労症だね。兄さんが消えれば王位は僕のもの。だから何も気にせずあの世に行ってくれ。
んなくだらないことのためにこの学園を。くだらない、やはり兄さんには王位を継ぐ資格がないようだ。さあこの場で葬り去ってあげるよ。来い、この身に変えても学園は守ってみせる。一人で行かせはせんぞ。完全に性格が変わってる。一部煽ってる奴らもいるからね。兄さん、僕の野望のために死んでくれ。そうし、若造が。見せましょう。
た。いじめ違う、お仕置き。元に戻った。衝撃を与えると戻るのかな。まあこれでバカ騒ぎも収まったわね。弟、おとなしく星に帰る。わかったよ、ごめんなさい。さようなら、皆さん。また遊びに来てね。ふん、戦いたくなったらいつでも来い。二度と顔見せんじゃないわよ。どうした？船が飛ばない。ん？それってまさか。帰れないってこと？やはり星を征服した暁に多少の犠牲は。だが搭載された兵器も火力が不十分。何言ってるか聞こえる？ミケちゃん、単語が聞こえてくるんだけど。あ、終わったみたいですよ。会議の結果、弟も退散することになった。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。マジで？残念だが、それは無理だな。どうして？そうだよね、くんちゃん、ビシッと言ってやって。ミドリームーペ、貴様年齢は？6歳です。やはりな、さすがにその年では入学も認められまい。問題そこなの？しかも6歳。そうですか。残念。仕方ない。弟よ、お前外で待ってろ。ムーペ錬金術で船直す。それまで。兄さん、わかった。僕は森へ帰るよ。女のが2匹になるなんて、世も末だわ。心配無用、船直したら帰る。そのための錬金術、ムーペ頑張る。そっか、その時は僕も手伝うね。それだ。
あんたが出てってくれるならいくらでも手伝うわ。感謝する、約束。うん、約束。ただいま、こんなの取れたよ。たくさん取れたよ。はい、材料取ってきたわよ。おお、いろいろ取ってきてやったぞ。材料の採取なら済ませておいたぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。さて、課題も終わってしまったな。そうですね、あとは卒業を待つだけか。思えば短い学生生活であった。うんちゃんは卒業できる保証ないでしょ。甘いな。今年は綿密な計画を立て、確実に単位を取得し、私がグンガル先輩用の時間割を作ってあげたんです。いつの間にそんなことしてたの？今年の最初に半ば無理やりにな。何年もここに残られては困りますから。そらそらしい会話はやめましょう。何も聞かないまま卒業まで薄ら寒い会話を続ける気ですか？そんなつもりはないけど、私も気にはなってるけど、でも黙っていても問題は解決しないようだぞ。人の好奇心というやつは厄介だな。知らなくていいことまで知ろうとする。サルファ、知らない方がいいこともある。特にこいつらには。だがそうもさせてくれないか。イゾルデ先生、あんた、また何のよ。あなたに用はないわ。他の生徒を巻き込むつもりはないわ。その子と一緒に資料館の奥まで来なさい。そこに行けば教えてくれますか、僕が何なのか。自分が普通でないことはさすがに気づいてるようね。私は知ってるわ、あなたのこと。だからこそ手を打たなくてはならない。思わせぶりだな。そうやって気を引けば素直に応じるとでも思っているのか。応じるかどうかの自由。
応じなければ、それなりの手段を取る。それだけのこと。先生、質問に答えてください。行けば教えてくれるんですね。もちろんよ。私もそこまで無慈悲ではない。行くの、ベイン君。聞いておきたい。僕のことも、サルファのことも。では、行くか。特に準備も必要なかろう。うん、このままで全然 OK。 みんな、来てくれるの？当然だ。こんな面白そうなことを独り占めにはさせん。言われたら逆に気になるものね。でも危険かも。またこの間みたいに先生と。レイン先輩一人だと逆に危ないですよ。大丈夫だよ。一応先生なんだし、そんな変なことはしないと思うな。だといいけど。やれやれ。少しよろしいですかな。急いでますので、後ほど。待ちなさい。あの子たちに何をするつもりですか。彼の危険性については再三説明したはずです。それは聞きましたが、未だに信じられません。仮に真実だとしても、先生の危惧は可能性に過ぎないでしょう。実現してからでは遅いですから。あなたには別の目的がある。彼の力などただの口実に過ぎないのでは。その通りですよ。目的は違っても結果は同じです。それでは。待ちなさい。止めるというなら、校長といえど手段は選びませんよ。一歩も動けないと情けない。しかし罪な男だな、お前は。テオフラトゥースよ。